特に好きな銘柄？銘柄ですか。はい。特に好きな銘柄、それはお店の名前とかってことですかね。いや、でももうお店の名前よよりりは。ももうちょっと具体的な感じですか。はい。ああ、わ、やっぱり OG ですかね。OG 好きですね。OG とか、やっぱ空襲系が好きですよね。っていうか、やっぱ、こう、新しく、まあ、ガールズスカウトとか、こう、クッキー系が出てきたりとか、今だったらジェラートとか、ああいう、なんか、新しいのが出てきてると思うんですけど、まあ、アムステルダムで言うと、24K だったり、タンジーだったりとかっていう感じになると思うんですけど、それもやっぱりこう、わかりやすい、ノトリアス OG とか、ショアラインとか、そういう OG 系の代表品種が自分は好きかもしれないですね。でも最近アムスのそういう銘柄の中の変化を言うと、こう、なんていうんですかね、昔あったこうカリフォルニアオレンジってあったと思うんですけど、カリフォルニアオレンジってこうオレンジの風味がして、その後こうスーパーレモンヘイズでレモンの味がしたりとかってあったと思うんですけど、やっぱ外国のこの柑橘系って一つこうラインで決まってった部分があると思うんですけど、そういう意味では紅砂クッシュとタンジーを掛け合わせた 24K ってあるんですけど、もう紅砂クッシュの紅砂の味が、これ全然感じられないなっていう、本当に柑橘系を強くした、もう言ったらもうタンジーの最上級みたいな銘柄が生まれたんですけど、 24K っていう、それはもう本当にその味はカリフォルニア、さっき言ったカリフォルニアオレンジみたいな、オレンジやレモンの外国のその風味よりもみかん、その前にあったタンジェリンドリームのタンジェリンなんでみかんなんですけど、みかんの味を受け継いでるタンジは本当にこう柑橘系の中で最近は美味しいなと思った銘柄の一つですね。